マルンはね、いつもね、夜中ね、起きているんですよ。昼間ね、寝てて、夜起きてるんです。だからね、私もね、一緒にね、付き合うようになるんですよ。1時間おきに起きちゃう時もあるんですよ。そしてね、もうね、にゃおん、にゃおんっていう声じゃなくて、もうすごい声で泣く時があるんですよ。夜中なの、それが。にゃおん、にゃおんっていう感じの鳴き声。そしてね、かまってあげるとね、おとなしくなるんだけど、もうね、すごいんですよ、それが。何回も夜中になると鳴くの。やっぱり、男の子だからね、だから、恋したいのかなって思ったりしてるんだけど、この頃泣くんですよ。ちっちゃい時は泣かなかったけどね。でもマーキングしたりはしないから、だからこのまんまにしているんだけど、マーキングするようになったらなぁと思ってるんだけど、まだね、そういうことはしないから、ただ泣くんですよね、夜中に。でね、もうね、寝ないでね、夜中起きてるの。私も毎晩ね、夜ね、起きてるんですよ。それでね、私ね、ちょっとだけね、歌ってみますね。この猫をこうやってね。ララバイ一人で眠れない夜は、ララバイ私を訪ねておいで。ララバイ一人で泣いてちゃみじめよ。ララバイ今夜はどこからかけてるの。春は菜の花、秋には桔梗。そして私はいつも夜咲くあざみ。ララバイ一人で泣いてちゃみじめよ。ララバイ今夜はどこからかけてるの。って歌ってみましたけど、夜ね、私起きてるので、もしよかったらね、コメントく、なんか、いただけたらなって思ったりもしますよ。いろいろね、お話ししたりね、してみたいなぁなんて思ってるんです。本当はライブだといいんですけどね、夜だけじゃなくてね、昼間もね、どなたかね、何でもいいですので、本当に軽くね、もう一言でもいいからね、コメントね、いただけたらね、すぐに私反応しますので、いつも起きてますし、そんな風に思いましたよ。この猫がね、とにかく起きてるからね、私も起きてるんですね。まあ、夜中だけじゃなくてね、お昼もね、いつでもね、お話ししてみたいなって、思ったので、ちょっと歌ってみました。それではまたね。また。よかったら登録もしてくださいね。それでは。